メロホンは金管楽器の一種である。フレンチホルンに似た丸い形をしているが、アルトホルンに近い。歴史的経緯は異なるものの、一般的にはフレンチホルンに似た形をしたアルトホルンの一種だとみなされている。かつて小中学校の吹奏楽において、フレンチホルンの代用品として用いられていた。フレンチホルンでは、バルブは左手で操作し、 ロータリー式のバルブが使用されることが多い。これに対し、メロフォンでは、トランペットと同じようにバルブを右手で操作し、ピストン式バルブが使用されることが多い。フレンチホルンに比べて、缶の長さが短いため管の巻き方が単純で、バルブなどの構成部品は、トランペットと共通化できるため、フレンチホルンに比べて、コストを安く抑えやすい。が短く軽量であることから、 対して、フレンチホルンよりも音を出しやすく、学齢の低い奏者にも扱いやすく、歩きながらでも演奏しやすい。フレンチホルンとメロフォンの双方上の最大の違いは、バルブを操作しない方の手の使い方にある。ホルンの場合、右手はベルの中に深く入れ、音程や音色の調節に使う。楽器も手を深く入れた状態で、正しい音程が取れるように設計されている。一方、 メロフォンの場合、左手はベルの中に入れず、ベルの縁を持つ。楽器もベルに手を入れない状態で、正しい音程が取れるように設計されている。メロフォンの音色は、フレンチホルンに比べてやや明るく、あっさりとした感じで、ブラスバンド、マーチングバンドで、もっぱら演奏されるポップスやマーチに向いている。反面、フレンチホルン特有の重厚な響きはないので、還元楽曲には向かず。 一般のオーケストラで使用されることはほとんどない。ブラスバンドにおいてメロフォン独自のパートフが提供されていない場合は F 調でフレンチホルンのパートフを用いるか E 調でアルトホルンのパートフを用いることが多い。メロフォンはフレンチホルンに似た形状と音色を求めて生み出されたアルトホルンの一種だと考えられがちであるが、これは事実と異なると考えられる。 根拠資料の絶対量が少なく研究の余地が多いが、メロフォンはアルトホルンとは出自が異なり、また当初からフレンチホルンの代用品であったわけではないと推測される。メラフォーンという名称を使用した最も初期の例は、1881年にコーラーサンシ社が作った楽器である。それは内部構造的に見て、1868年に、 ブーセ社がバラードホーンという名で発売した楽器の模倣品と言える。さらにこのバラードホーンはメイコルネット奏者ハーマンケイニヒヒによって設計されたケイニヒヒホーンの模倣品だと言える。一方、アルトホルンはアドルフ・サックスの発明したサクソルンに橋を発する。このことからメロホーンはその原象においてはアルトホルンと別の楽器であったと考えられる。調整は多くが いいで、会長への替え管がが、付いていることがあるるいいいい。は機能てこと多ただし世界的に見れば調整は C、D、A、B など幅広く存在し、初期の楽器には一本で C、D、E、F 調と転調できるものも存在した。このようなことから、メロフォンは当初は単純な代替楽器ではなく、個別の楽器であったと推論される。 日本においては日本管楽器によって昭和12年に初めて作られたことを示す記述が当時のカタログから読み取れるが戦中戦後の混乱のためか1960年以前の様子ははっきりとしない。1960から1980年代にかけては1970年に日韓を九州合併した日本楽器のメロフォンも含め全国各地の教育現場に浸透した。 初期の楽器では E 調を主とする構造上の特徴を示すものの、それ以後では F 調を主とする構造になっている。この頃にフレンチホルンの代用楽器という位置づけが確定していたように思われる。前述のようにメロフォンはフレンチホルンに比べて安価であり、フレンチホルンの導入が難しい楽団で代わりに用いられたが徐々にフレンチホルンに置き換わっていった。 1985年秋には最終形式にあたるヤマハインプ -201 も生産終了となった。今日では吹奏楽の領域でほとんど見かけなくなったが、それでも絶滅したわけではなく、各地の小中学校で現役で使われている。フレンチホルンの代用品という扱われ方の多かったメロンであるが、以前からマーチングバンドの世界では、 トランペットのようにベルを前向きにしたフロントベルモデルが使われており潜在的な愛好者、プレイヤーは多いと考えられる。アメリカ合衆国のドラム校では伝統的にフロントベルの金管楽器のみを使用するためフロントベルのメロフォンが多用される。さらにベルダウンのメロフォンについても2000年代に入り再評価されつつある。古い楽器がインターネットオークションで 売買されたり、メロフォンによるアンサンブル演奏会も開催されると一部で盛り上がりを見せている。日本におけるスタンダードタイプといえる日韓ヤマハの1967年生以降のマウスピースはフレンチホルンに形状が似ているがシャンクのサイズはコルネットのものに近い。1964年から1966年ではそれよりはシャンクが太くなっており、 それ以前のものでは、フレンチホルン的な面影は残すものの、シャンクサイズがさらに大型化し、アルトホルンに似ている。一方、海外のモデルについては、フレンチホルン風でないマウスピースが多い。この点から、大体いいフレンチホルンという扱いが、特に日本において強かったのではないかとも考えられるが、ごく初期から様々なタイプのマウスピースが使用された事実もあり、 日本独自の傾向について断定することはできない。ただし、フランスにはピストン式のホルンが存在する。また一部の楽器メーカーは右手で操作する酒巻きのホルンを受注生産で作っている。ドイツではメロフォンにロータリーバルブを使う場合があり、左手でバルブを操作する酒巻きのメロフォンも存在する。したがってバルブの方式やバルブを操作する手の違いは、 メロフォンとフレンチホルンを区別する、絶対的な違いではない。A ガイド2ザメラフォーン、ジョンパッカームシカルインストルメンズ、https www.jpmusicallins.com t スラッシュニューススラッシュ MELLOPHONE。ありがとうございます。